はい、じゃあ、亀岡です。というわけでね、今日は週末動画、花金ですね。まあ雨がね、結構降ってますので、なかなかね、晴れやかな、花金の,のようなですね、雰囲気ではならないんですけども、まあ、あ日経平均はですね、大きく上がったということで、 今日はね、ちょっと手短になると思いますけども、花金特集ということで、週末動画をね、なんだ、特集でも何でもないんですけども、お届けしていきたいなと思っております。主にはね、週明けに上がりそうな材料が出た銘柄を中心にですね、今の日経平均の、平均の強さであったりとか、まあ、懸念点はないのか、というところをね、洗っていきたいなと思っております。というわけで、早速ね、本編の方に移りたいなと思うんですが、株価ね、一時400円以上の値上がりということで、強い、 ハンバーグ先輩かよ、みたいなね。強ーいってことでね、えー、大きく上がっています。ただね、えー、午後にかけて下がりまして、えー、結局230円高ぐらいでね、取引を終えたんじゃないかなと思っておりますが、まあ、とにかく強ーいってことでね、上跳ねたりしちゃいましたね。ずっと三角持ち合いでね。まあ三角持ち合いでね、僕は下がると思っていたんですけどもね。まあそんなもんですよ。うん、まあ、打診買いをしていたので、まあそれでね、稼いでいくしかないんですが、まあ上に上がる、下に上がる、まあ半々なので、まあこっからはね、 えー、まあ、それ、上がっていくんであれば、まあ、立て直しながらですね、まあ、儲けを最大にしていく戦略を、まあ、繰り出していくということになりますね。まあ、このあたりについてはね、ちょっと週明けで、と週末と週明けで、ねえー、で、話していきたいなと思いますが、まだね、400円以上値上がったということで、えーえー、僕の持ち株はね、えー、上がった割には、含め益、まあ、やってることをね、僕は実際にやってることをそのまま話してるだけなので、 あ増えてなかったですね。まあ半導体銘柄を中心に上がったということなので、まあ、バリュー株は総じて、まあ、難聴だったんじゃないですか。今日一日だけを見るとね、皆さんもそうだったんじゃないですかね。バリュー銘柄をたくさん持ってる人はね。まあ、本当にだから別にね、やってることをそのまま話せるので、なんだ空想とかね、やってないことを話せるとか、ただね、指数とか動きに合わせてね、ねその動きのを,、ね、を語ってるだけじゃないので、僕は実際にね、 6億円の資産を動かして、まあ、実際に動かしたら2億円ですけどね、あとは全部あのね、えー、その予備として残してありますけども、で、えー、実際に利益を出したりとか、えー、ね、出さなかったりとか、そういったことを話せるので、僕のバリュー株は総じて今日は何兆でした。4億円上がった割にはね、ハードタイ株を、だからもあんまり僕の構成メガネの中にはないということがここでわかってしまいますね。 それからですね、えー、先物を見るとですね、結局今日は241円で取引を終えたんですよね。まあ、その後午後にかけてぐずるずると下がったということですけども、また先物がですね、135円高で上がっているんですよ。だから今日のお、まあ、取り損ねた分をもう一度取りに行くのかなという形ですし、ニューヨークダウンの先物が 34ドル高で上がっていますので、まあ今日もね、ニューヨークダウン、そこを反転して上がっていく、まあ反転というか、言いますか、促進していくということを考えると、週明けも結構強い。強いということは4万円がなんか目の前に迫ってるぞと、うん、そんな状況になってますね。うん、だからまあ、武田軍、勝利ですか、これはね。4万円に到達したらまあ勝利としましょう。まだ分かんないですからね。まあそこに大きなぬるい壁がある可能性もありますからね。うん っていう状況になってますので、まあ4万円を突破してきたら武田軍の勝利ということで、えー、いいんじゃないですかね。うん、風林火山ですね。繰り出してきて。じゃビシャモンテン。うん。ビシャモンテン様が悪いわけじゃないですけど、ウエスニのビシャモンテンアタック、ちょっと掃除してあんまり不調ですね。うん。今状況になってますね。で、1ドル、うん。まあこれが調査の原因ですかね。うん。161円。 161円台、まあ、突入ということで、38年ぶりの水準まで、えー、円安が進んだということになってますので、まあ、これがなんか為替差益で、えー、儲けやすいということで、半導体とかね、モービリティとか、えー、輸出産業をね、得意にしているような銘柄ですよね。えー、そういったと、石体がそうい強かったということになっています。あと、百貨店銘柄もね、えー、強かったですね。これは後半、そう、注目銘柄ということで話していこうと思いますけども、 百貨店系も強いですね、うん。今そういった状況です。あとね、気になる銘柄としてはね、角川が10%超の安く下がったということで、システム障害ですね。これはランサムウェアですかあまあ、脅迫されていたとハッカー集団ですね、っていうことが、まあ、憶測として、えー、報じられていますよね。これでも角川、まだ発表してないんですよね。えー、脅されていたということは。 うん、と思っていますけども、ただ、ま、システム障害の影響が長引いているということで、嫌気を刺されていると。まあ、そもそも一ヶ月ぐらいかかりますよということを発表していたので、えー、長引いてはいないんですけどね。うん。長引いてはいないような気がしますけども、まあ、その、あまりにもね、えー、これの、まあ、ダメージがわからないので、まあ、有価証券報告書の提出期限を延長するんですかね。うん。まあ、ちょっと、遅れますよということを、 申請したんですかね。これによって、まあちょっと株価下げたと。遅れてるんですかね。もともと1ヶ月ぐらいかかりますよってことを発表していただく気がするんですけども、まあメディアがこういった形で騒いだので下げたる、下げてるというのもあると思いますし、まあハッカー集団の反行だったということが、まあマクドシェアから今ささやかれてる。まあその可能性は高いでしょ。戦いので、まあね、えー、今株価はさらに下げてるってことになるんですかね。 <laughs> ごめんなさい。で、7%安で、えー、大きく下げましたけども、一応2400円ぐらいにね、節目、えー、ありますので、前回安値を中心にしたらですね、まあ2400円まで下がってきたら、どうですかね。一旦の、まあ、まあ危険ですよ。こうね、ハッカー集団のその、まだダメージがついてますし、いつ復旧するかわかんないんですが、テクニカル上ってことで考えると、一旦の節目、えー、近いかなという気がしています。まあ逆を言えばですね、良い銘柄が、うん、まあこれは、まあ嬉しいことじゃないですけどね。 安く買えるタイミングが2千0 0円くらいからある可能性もあるので、まあ、監視メーカーにいてね、えー、モニタリングしていっても面白いんじゃないかなとは思っています。まあ、加藤さんにとってはね、まあ、その、ニコニコだけではなくてね、やっぱり、その、物流のですね、管理していたですね、システムまでダウンしてしまったということなので、やっぱダメージのその、広がりがですね、予測不可能というところで、まあ、そういった意味ではまあね、苦しいですよね、うん。あとはね、やっぱりハッカー集団、 うん、怖いですよね。うん、っていうところで、まあ、注目をしています。でね、こういったあの、ね、情報も含めて、最近は X は毎日投稿してますので、えーね、気になる方は、あの、ビコラに X のリンクも貼ってあります。ね、米国株や、あ為替のね、情報も発信してますので、興味がある方は、えー、ぜひ X の方もね、えー、見てもらえたら嬉しいなと思っています。ということで、ね、日経平均ね、241円高ということで、えー、大きく上がりました。 一時400円高かですからね、3 9 5 8 3円。そして先物も上がってますので、4万円に、をいきなり接近してしまうのか、突破してしまうのかというね、一気にね、えー、転換が、まあもちろん、上に行くか下に行くかね、答えが出るということで睨んでいますけど、上に触れてしまったということになっています。4万円接近という状況ですね。で、レジスタンスラインも、ここね、大きく上振れてきましたので、まあこれは上振れと、ね上に転換。 感たと今のところはもう言っていいんじゃないかなと思います。中下落波動から短期上昇波動に入りましたと,といった状況ですねで。トピックスも前回高値を超えて新高値を更新しているのかトピックスは強いですね。強いっていうかまあこのお5日ぐらい連続で上がっているとおいった意味での強いですけども今日その日今日だけを、ね、切り取ってみると まあ僕の持ち株はそんなにやっぱ上がってないといった状況ですね。まあ、持ってる銘柄によってね、バリューでも同じバリューでもですね、えー、それぞれ違うんじゃないかなとは思っています。あとね、注目銘柄をね、最後に話して、今日はちょっと手短に終わりにしようと思うんですけども、高島屋ですね、今期計上9%上保修正ということで、えー、前期同期比の53%増、178億円に拡大と合わせて、うん 第一四半期の発表ですね。通期はですね、530億円から580億円ということで、前期も491億円なので、前競争よりも上振れて、さらに情報修正ということなので、これはね、良い決算と言っても過言ではないですね。良い決算でしたよ。で、こちらね、単身四半期に全部書かれてますので、興味ある方はそちらも見てくださいということになるんですが、株価の方はですね、もうこの25日にもうサポートされちゃってますね。なので、まあ、押し目あまりないという状況ですね。 まあ非常にまあ上昇局面という形でえ上がっています。まあ、前回高値があもうここにありますのでそれをブレイクしてさらに新高値更新していくのかどうかというところまで来ていますね。で、同じ形で J フロントとかね、えー、まあえ百貨店名からね、総じて高いといった状況になっています。まあ強いですね。うん、高島とかもね、と、えー、いうような状況です。あとはスミートファーマーですね、こちらの方があ来年度はね、えー、もう黒字ヒット 立つということでまあ、その、R、R&D ですね。研究開発費を圧縮して、なんとか黒字転換しようということになっています。まあ、先々のまあ利益を、一応ここはね、ストップして、えー、研究開発を止めるということはね、今の黒字をとにかく,とにかく求めて、立て直しを図るということですねで。そんな住友ファーマーですけども、人員削減も発表したんですね。今日ね、ニュースになっていました。ということで、今日8%近く上がってるんでしょうね。まあ、一旦なんかこうね、目先、いいまあ、今回のね、黒字、 目的にするというところと、そのためにですね、リストラするところも踏まえて、まあ、速報値判定をね、えー、目指しそうだと。まだこれ200日をね、突破をしていないので、これを突破してくればね、えー、一応ね、えー、その300円、300円まで下がりましたからね、まあ、かなり大きく下がってますけども、を関係にしてね、ちょっと反発そうだなというところで、ただまあ、危険もお高いですけども、大きくね、えー、まあ、えー 業績をね、えー、まあ、マイナスにしていますからね。ただまあ、黒字転換するんであれば、まあ、この目先、割安、超割安銘柄としては面白いんじゃないかな、ということでご紹介しました。危険もあります、これはね。えー、ただまあ、材料も出ていますよ、ところでご紹介したら、この200日をね、一つ、ね、突破できるかどうかを見て判断してもいいかもしれないですね。ということで、今日はね、ちょっと手短にお話をしましたけども、まあ、週明けね4、4万円をですね、いよいよタッチするかどうかというとこまでね、上がってきました。まあもうう、早いですね。 一度上がり始めるとね、っていうところで、まあ皆さんはね、えー、この週末、逆を言もですね、いろいろ戦略を練ってですね、えー、良い銘柄を仕込めるかどうかっていうのをね、研究してみたらいいんじゃないかなと思っています。アクティビストのね、えー、狙ってる銘柄特集は第2弾ってことでね、今後狙うかもしれない銘柄っていうところをこの週末届けていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。ということで今日は以上です。高速で。